皆さんこんにちは。メイクをしています。今日はポニーテールです。生誕グッズ今届きました。だってやったやったやった。なんか目つってるね。私さ、ポニーテールするとさ、目つっちゃうんだよね。劇場の喫煙所にて、いのちゃん推しの方だと思って、私のファンだからタバコ吸うんだ。知らないんだよね、みんなが。みんながタバコ吸う姿、私も見たことないからさ、タバコを吸うんだって感じ。タバコを吸うんだ。今日前髪を絶対切ってもらいます。初めて目撃者に入ります。誰推しですか？キラキラー。あとはマスカラをします。切なくなるほど。あ、これだあれだ。中統一圏で行くよ。だってあ、さえちゃんが好きなね、サエミリーが好きって書いてる。わかる、私もサエミリーさん好き。めっちゃわかる。昨日まつげパーマしたのよ。そしたらめっちゃまつげ上がりやすくてめっちゃいい。まつげの調子良きです。今日私の公演来る方でも、公演さすがに生誕前だからマジでいなそう、いなそう。本当に誰もいないそうだな。さすがに生誕祭の前すぎるもんね。そうよね。
生誕ティー可愛いでしょでしょ、私の生誕ティー今年めちゃくちゃ可愛いんですよ。なんか喫煙所に私のファンの方がいっぱいいるらしい。あの喫煙所の中でゆうちゃんが可愛いって話題になるくらい盛り上げててください。よろしくです。あ、そう思い出した、生誕祭の2時の販売がマジ若干数残ってるらしくて、あとちょっとらしいので皆さん、あのまだ申し込んでたけど6月10日行けなさ、行けそうだよって人は、あ、6月12日だった、6月12日行けそうだよって方はもう本当に本当にちょっとってマネージャーさんに言われたので来てください。よろしくね。だからみんなも宣伝しといて。目が痛い。わあ、目が痛い。なんかメイク濃くなっちゃったかな。なんかパッチパチだね、顔が。目が痛いよ。なんかね、いつもと顔違うよね、なんだろう、なんでなんで違うの。私ね、ポニーテールするとね、顔がドーンってなる、顔がなんか強くなりすぎる、なんかなんかあんま似合わないんですよね、ポニーテール。今日はちょっと早くメイクを終わらせて前髪を切ってもらおうと思ってるので、でも前回確か私何のハーフツインしたかった。そう、今回は、あーねえ、ごめんね、本当にごめんね。最近はこの MAC のこのアイシャドウを細い筆に取って取ってここにこう三角ラインにしょって入れることに、待って待って、ちょっと入れるだけでね、ちょっとです。であとこのハイライト、ここにすごいキラキラを入れるってことにハマってます。ほい、こんなもんかな。生誕 T シャツ届いて、わー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかメイクのことで聞きたいことある人、今がチャンスです。今
今がチャンス。生誕祭が楽しみですだってありがとう。私も楽しみよすごく。あ、今日は急遽もがみちゃんとおいもちゃんが出れなくなっちゃったのでちょっとあれなんですけども、みんなで頑張りたいと思います。植物図鑑のっていない、そう私今風邪ひきたくないんだよね。でもこのついこの前風邪ひいたからもうひかないと思ってるんですけど、油断大敵です。口紅は何色が好きなんですか。だって口紅はこんな色が好きです。こんな色が好きです。だから2色合わせて使ってます。もうね、メイクが分かりにくいんですよ。あ、思い出した。今日ラジオを撮ってきたよ、みんな。ラジオ聞かないとを午前中撮ってきて、そのまま公演でした。そう、リハーサル向かって。聞かないと。東京は台風でした。って、そうなの？今日のメイク好きです。だってやった。ちょっと濃くなっちゃったかもしんない。濃くなっちゃう。なんかね、このショールームで見るとめっちゃ濃く見えるんだけど、意外とステージに立ったら、なんかね、意外とね、馴染んじゃうんですよ。よいしょ。ね、聞かないとメール皆さん送ってね、よろしくね。今日も楽しかった。もう多分小田ちゃんと収録一緒にできるのが多分あと何回かしかないんですよ。だから小田ちゃんと一緒に収録するの楽しもうねって言って、そうなの、やりました。で私は公演前になったらこれを重ねてめっちゃプルプルにします。見てください。こちらファンの方が、あのショールーム の、 あのお肉イベントあったじゃないですか。お肉イベントのカタログが届きました。じゃーん、肉像だって。肉像ありがとうございます。すごい、選べる和牛ブランドカタログをお届けいたします。カタログの中から好きなお肉をお選びいただき、はがきまたはメールにて、お申し込みくださいだって。何それ、見て、なんか高級そうなんだけど、これどういうやつなんだろうね。なんかすごい、みんなありがとう。多分ゴールデンウィークの時にさ、みんながさ達成してくれたお肉のやつ選べちゃうらしい。え、すごく知ってる肉像。ちょっとなんか今開けるのもったいなすぎるんだけど、ね、ありがとうございます。
え、すごすぎ。何にしよう、今見たいんだけど、まだ15分経ってないよね。ねえ、ステーキとか、私ステーキ食べたいな。え、おいしそう。もも、肩、バラだって。え、どれにしよう。すごいんだけど。ありがとう。おいしそう。よりもステーキがいいな。考えとこう。うわ、幸せすぎる。お腹すいたんだけど、お肉食べたい。これは取られないようにお家に持って帰ります。キャー、ヒレが美味しい。ちょっと今度嬉しい嬉しい。もう一個海鮮もあったよね。私はい、では終わりにしたいと思います。みんな公演頑張るから応援しててくださいね。バイバーイ。白身フライ、こがちゃん、たかし、ぎゅうちゃん、あいりパパ、なるちゃん、どまさん、じゅんちゃん、たかし、ありがとうございます。ありがとうございました。みんなありがとう。ランキング見ます。13位がでめ、眠たい。12位こがちゃん、11位が虹色さん、10位がオカモ、9位ウィンパディ、8位がハシムッチ、7位がオーギョ、16位が赤いグリフォン、5位がトマさん、4位がアイデパパ、3位がコムさん、2位がタカシ、1位が、あ、すごい、ギューちゃんでした。ありがとうございました。ありがとう。スクショタイムだって。漏れないのよね、これ撮っても。ありがとうございました。では公演頑張ってきますね。またね、バイバイ。今日巻きポニーにしました。さよならも言わず出ていた。 DMM 見ててね。バイバイ。ありがとうございました。